最新の講義が最良の講義、ガトーゼミナール入門講座担当の高野康平です。今日はですね、適度な運動というですね、まあ一見ちょっとまあ勉強にあまり関係なさそうな話ですかね、それをさせていただこうかなというふうに思ってます。ただでも実は結構勉強に関わる話でもあるので、ちょっと話を聞いていただきたいなというところなんですけど、やっぱりその受験勉強中っていうのはどうしても机に向かうことが多いですから、あの運動不足になってですね、あの腰痛ですとか、まあ、肩こりで、それが原因となった頭痛、まあそういうね原因となりますよね。でやっぱこの肩こりとか頭痛になると、まあ、当然なんだろう、あの勉強とかも非常に効率が悪くなるというか、ね、そもそももう気持ち悪くて勉強ができないということにもなるので、やっぱりその肩こりや頭痛っていうのはその学習していく上でもね、やっぱこれはならないような予防策というか、まあそういう対策をね取っていった方がいいだろうと。でそれは僕自身もやっぱり受験中経験していてですね、やっぱりある受験期間中ちょっとこう力を入れた時期があってですね、勉強にね。でその時やっぱ肩こりが結果的には原因だったんですけど、まあとんでもない頭痛に襲われましてですね、もう薬飲んでも全然頭痛引かないし、もうずっと痛いんですよね。でもうとても勉強なんかできないし、吐き気もするし、でああもうこれ脳みそ俺絶対なんかできたわとか思ってですね、もう受験生命終わったなと思って、まあでもしょうがない、医者行ったんですよ、大きな病院に行ったら、ね、で MRI だったか CT だったか忘れちゃったけど、まあなんか変なウィーンって機械の中に入ってね、画像を撮ってもらって、で先生がこうパッと見てですね、あ、甘いですね、綺麗ですねって言って、もう要するに全然脳みそは何もできないわけですよ、うん、でお医者さんにですね、何やってるんですかって言われたもんだから、いや彼これこれこれだけで受験勉強やってるんですよっつったら、あそれはじゃあ肩こりですねって言われて、であのこれ読んで肩こり体操してって言われて、なんか肩こり体操のねあの本をもらって、でそれを見てね、こんなコキコキやったらですね、なんかあっという間にやっぱ肩こり治ってしまってね、あやっぱちょっと運動しないとダメなんだなということで、まあ、それ以来ですね、ちょっと運動するようになりました。で、僕は何をやったかというと、ウォーキングをやりました。当時僕は吉祥寺と言いますかね、三鷹市と言いますかね、井の頭公園というのが、うん、あります。憲法を勉強した人はね、京王井の頭線吉祥寺駅と言われたらですね、あ、なんか、パブリックフォーラム論みたいなですね、そんなのをパッと思い浮かぶ人もいるんじゃないかと思うんですが、まあそういう場所だったんですが、その公園のね、すぐそばに住んでまして、うん、でそこに、ね、玉川上水というですね、まあこう上水川ちっちゃな、まあ、なんだろう用水路みたいなのが流れてるんですが、その両脇がね、本当にこう歩道になってるんですよね。散策できる、散策って言わないな、散歩ができるですね、遊歩道になってましてですね、まあ、そこを、まあ、何キロぐらいかな、往復っていうかぐるっと回って3、4キロぐらいかな、でそこをね、こうウォーキングしました。僕は昔若い頃ちょっと山登りやってて膝壊しちゃってるので、走れないんですよ、痛くて。もう、ピキピキいっちゃって。だから、ウォーキングでやってたんですけどね。で、あと公園のそばに、まあ、ちょっとしたストレッチができる器具とかもあったもんですから、ウォーキングをやって、まあ、そこでストレッチをしてっていうね。まあ、そんなのをですね、夕方、やってました。で、ただ、やっぱり、ウォーキングするにしても、ただね、なんだろう、音楽聴きながらブラブラ歩く、まあそれも悪くはないんだけど、やっぱちょっと時間もったいなかったんで、何をしたかというと、出かける前にね、やっぱ論文の過去問1問読んでくんですよね。で、あ、そうだ、これ問題な、じゃあどんな風に答案構成したらいいかなと思って、まあ散歩しながらですね、答案構成を頭の中で、あるいはまあ実際に口に出して、もうやってみるということですね、うん、まあ普段やっぱりね、答案構成どうしてもこうね、紙に向かって書くことが多いんだけども、何ね書かないで頭の中で、そういう構成をするというのも大事なことなので、まあ、散歩をしながらですね、ウォーキングしながらね、頭の中で、縦位置とか言ってですね、なんかそんな答案構成とかをね、やってました。で、まあ、それ以来ですね、うん、あんまりその体調が悪いっていうことはなくてですね、非常にね、勉強、体の調子も良くなったし、でそうなると当然学習効率も良くなる、言いますよね。でそれから当然散歩してる間に答案構成なんかもやるもんですから、時間も無駄にすることなくね、まあ勉強もできたかなということなんですね。でそういった意味で非常にこうウォーキング良かったなというふうに思ってます。で最近ではね、何でしょう、睡眠の質っていうのがね、非常に重要視されてますよね。なんか乳酸菌がいいみたいな感じで、スーパー行ってもある種の乳酸菌飲料がもう本当に売り切れみたいなんですね、まあ、そんなこともあって、
試しに飲んでみましたけど、結構良かったですかね、やっぱりね。もう割と1本高いんでね、毎日飲むのちょっと辛いな、みたいないう気はしますけど、でも、まあ確かに、いい眠りにはなったかなっていうのは、なんとなく思いますね。まあ個人の感想ってやつなんですけど。ね、まあ、ちょっと話しとれちゃいましたが、やっぱりその適度な運動することによって体が疲れますから、肉体的にね。でそうするとやっぱりこう夜もどうだろう、やっぱりその分よく寝られるのかな。あ、だから睡眠の多分質もきっとそれによって良くなっていってるんじゃないかなというふうには思うんですよね。だからそういった意味ではやっぱり適度な運動するということはね、睡眠の質を上げるという意味でもなんかいいような気もするので、まあちょっとなんか体なまってきたななんていう人はね、まあ、特に寒い時期になったりするとより一層ね、こう固まっていっちゃうので、まあ風邪ひかないように、あるいは交通事故に遭うことがないようにっていう注意が必要ですけど、まあそんなウォーキングなんかしてみるといいのではないかななんていうふうに思いますね。まあ一度ウォーキングしてすぐ汗だくになってる時にね、受講生さんとすれ違ったことがあってですね、もう汗だくになってダーダーなってる時にですね、あの時結構割とハードに歩いてたんですけど、その時なんかすれ違ってですね、あ、高野先生とか言われてちょっと恥ずかしかったことがありますけど、まあ運動するのはいいんじゃないかなというふうに思うんですね。まあそれによって学習のパフォーマンスっていうの、まあそれも上がっていくと思うので、まあぜひですね、やってみるといいんじゃないかなというふうに思います。といったことでですね、まあ、僕は決してそんなスポーツとかやる方じゃないし、運動の専門家でも、まあ、そんな健康の専門家でもないんだけど、まあ参考にしてもらえればいいかなっていうぐらいの話でね、まあ、今日はちょっと適度な運動っていうところについてね、お話をさせていただきました。また何かね、テーマを見つけてお話をしたいと思います。それではですね、健康に気をつけて勉強頑張ってください。